一瞬にして辺りが静まり返った。え？僕たち以外の人類が全て滅んだ。そして僕たちだけが残った。遠くの言っていることがよくわからなかった。誰もが口を慎みかな。時が止まったようだった。人類が滅んだ、そんなこと到底信じられない。しかし静けさに包まれたこの渋谷と、何より東北が言っているのだということが、それが事実だと強く訴えていた。この子の権力どんな発言力どんな感じ高いなお前。学級の裁判とか、学級裁判ってあれやな、ちゃうな。学級なんか討論とかあったら、この子だけ票数100個持っとるぐらいの感じなんだお前。それってみんな死んじゃったんだよ。お父さんもお母さんも兄弟も友達もみんな死んじゃった。すっぱり言っちゃった。その間の開け方なんだ、ゆうちゃん。人類が滅んだ。それってどういうことだ。もう僕らしかいないってこと。そんなことあるわけがない。そうだろうか。現実に僕ら以外に人がいない。そうよな。昼間なのに電車も動いていない。いつもうるさいディスプレイもスピーカーも今は止まっている。人類が滅んだ。それぐらいのことが起きていて当然なのかもしれない。そう納得する自分がいた。ただ実感がわからない。これからどうやって生きていけばいい。お前、自分の権力の高さを考えたことある？みんなから票数100個もらっているっていう重み考えたことある？え？京介もすごい、えって言い方。キョトンとした言い方が声で分かったね。ゆうちゃん。二人ともなんて顔してるの？人類が滅んでるわけない。いくら東国さんでもそこまでは断言できないはずよ。マジで俺東国さんそれだけの人物やって思い始めてきてたよな。二階堂くんは騙されなかったみたいだね。残念。楽しんでるなお前。嘘ってこと。まあ嘘であってほしいことではあったよな。そうだよ。そうだよ。そう、さらっとそうだよって言われたらなんか逆にすがすがしいなお前。嘘、騙されたことには変えないからなお前。そうだぞお前。お前の頭の横にある丸いやつ一個を渡ろうか。騙される方が浅はかなんだよ。それ言われたらちょっと辛い。なんだ、嘘だったのかよ。そういう心臓に悪い冗談はやめてくれ。急に人類が滅んだとか言われる身にもなってほしい。ごめんごめん。でも確証のないことを言っても意味がないことが分かったでしょ。確かに。あ、いや、うん、せかしてごめんな。そんなの後付けでしょ。体をために言ったんだよ。ゆうちゃんはがぜん怒りっぽい感じで。そんな証拠のないことで言及されてもね。ほら、思い出し笑いしてる。もう何してんだよ。二人のやりとりを見てどこか微笑ましく思ってしまった。この状況に対してあった恐怖心が東国のおかげで少しだけ和らいでいた。彼女は良くも悪くもあまり空気を読まない。自分のやりたいように行動してみんなを巻き込んでいく。それが今の状況では心地よかった。いいよね、こういうキャラクターもグループの一人追ってほしいよね。二階堂が二人を静観している。
彼女はなかなか自分から輪に入ろうとしない性格だった。なあ、二階堂。何？ちょっと距離を離したような動き方したね、君。そんなに距離がなくてもいいだろ。まだなんか根に持ってる？僕が何かしたか？別に何も。ただ、適切な距離を取っただけよ。君とはなかなか仲良くなれそうな気がするね。このゲームがさ、もし恋愛ゲームで、それでいてなお個別ルートがあったとしたら、なかなか、このカレンちゃんのルートはなかなか攻略できんだろうな。彼女ってこんなに僕を避けていただろうか。いつからだろうか。二階堂とぎこちなくなってしまったのは。小学生の時は普通に話せていた気がする。幼さゆえの無邪気さもあったのだろうが。でも今は変な意識が付きまとう。いつの間にか彼女とは話せなくなり、接点は消えていった。何かあったんだっけ？どうして二階堂と距離ができてしまったのか、よく思い出せなかった。どうしたん？ラッキースキル起こした？もしかしてラッキースキル起こした？階段から転げ落ちてきた。二階堂さん、危ないって助けたはいいが、胸に手がいってしまったみたいな。あれって人？え？まだ誰かおる？どこだ？その弓の先、ゆうちゃんの方指してるような気がするぞ、お前。その後ろか。え？どこどこ？あ！センター街の方にいる。三人同時に来た。てか、お？そちらに目をやると、確かに人影が見える。一人、二人、三人。こちらに気づいたのか。向こうの人影が手を振ってきた。おお、これデモ版にはなかったぞ、この辺りから。確かデモ版って確か、よう考えてみたら、ユリアちゃんが人類が滅んだのよ。って言ったところで終わったんじゃなかったっけ。やけん、もうそっからがデモ版やけん、もうこっからは俺、もうこの辺りは初見なんよな、俺も。目を凝らすと、見知った顔だった。見知った顔ばっか集まる。てつくんとあいちゃんもいるね。ゆうってめっちゃ目いいよな。さすが写真部。毎日鍛えてますから。鍛えてんのか。俺と一緒だな。俺も。なんで鍛えてるんだよ。写真部だから。そのうち、タクの目とか、わしの目とか、そういう異名がつくんだろうが。そんなとこ。写真部って視力が必要なだろうか、重要なのだろうか。必ずしもそんなことはないと思うけど。3人がいることにあまり驚きはしなかった。そりゃそうやな。これまで、ね、親しい人間がどんどん集まってきたような感じやけんな。はあ、ゆうちゃんの絶対領域が眩しい。ここまで揃ってくると、おのずと共通点が見えてきていた。神谷と、両角と、なんて読むんだ？何山って読むんだ？これは鍵山か？なんて読むんだ？嫁穴を振ってくれ！俺漢字スキルないんだ！こんな異質な状況でも、三人でいるのが自然に思える。高校に入ってから、彼ら三人は生徒会メンバーとして、常に行動を共にしていた。おーい！来たー！いや、驚いた。近いな、やっぱ。エリートな感じだ、お前ら。こっちもびっくりだよ。そうだね。そのふみ、もうどこに目線合わせていいかわからんようになってくるぐらい人数が多くなってきた。そっちは桜井京介くん、桃野優さん、二階堂カレンさん、東国ユリアさんだけかな。おお、そうだよ。これでちょっとわかったと思うけど、この声優の人カジくんなんだよ。みんな有名な声優さんだからちょっとわかったかな。君がすでにみんなと言っているでしょう。冷たい女がいる。すいません、他にも誰かいるのかもしれないと思って。ああ、なんでそんな冷たくあがる。すみません。
うわー、なんか嫌なタイプ。嫌なタイプだ。そこまで、細かく訂正せんでもいいのに。あー、足めっちゃ紫。そんなに言葉遣いなんか気にしなくていいのに。そうだよ。細かすぎるぞ。確かに神谷君が言うなら言葉遣いなんて些細なことですよね。影山君、ごめんなお前、二重人格でも持とんかってぐらい意見がいきなり変わったな、お前。変わんないな、諸角。諸角って読むんじゃ、これ。両角って読んじゃったら、諸角って読むんじゃ。見慣れた手のひら返しだった。マジか。諸角は、神谷に対して、常に味方をしている。まるで、忠犬だ。神谷、サイって読むんか？ちゃうな、多分。中学1年次から連続で会長に任命されている。うちの高校の絶対的な、なんて読むんだ？ ほんま、とうとう漢字スキルがないことがぼやけてくるぞ、お前。なんて読むんだよ。何層って読むんだよ。あと、この両角で読んで、なんて読むっていう忘れちゃったよ、もうすでに。愛ちゃんでいいや。もう愛ちゃんって読むもん、もう。なんとか愛は、神谷のそばに控える忠実な秘書じゃなくて書記係。影山であったんだろうな。影山哲は何かと目立つ二人を陰からサポートしている堅実な会計係。なるほど。三人とも僕らとは小学生からの仲だ。酔ったもんな、8人って。ってことはあと一人おるんよな。また出てくるんだろうな。それでこの状況は？こっちもさっぱりだよ。だよね。寝て起きたら渋谷にいて、人がいなくて、とりあえず駅目指したら合流したって感じ。そうだよな。なんでこのメンバーがこう集まってきたかっていうが。そっか、こっちも同じ感じだよ。渋い声。目覚めたら渋谷にいて、途中で諸角と影山と合流した。他に誰か見かけなかったか？いや、誰もいなくてびっくりしたよ。だろうね。やはり、他には人はいないようだった。相変わらず何か起きているのか理解できない。理解しようとしたらダメなんだよ、京介。しかし、幼なじみだけがここに集まるのは、とても偶然とは思えなかった。そう、ここにいる人たちの共通点、それは幼なじみだということだ。一体何が起こってるんだ？やめて。この後武器を落とされて殺し合いしてもらいますみたいな話になるんだろうな。壁は見た？壁？鏡の壁見てない？多分渋谷をぐるっと囲んでると思うんだけど。何それ？あれ、冒頭の方で京介が、ああ、鏡かって言うて、あれと似たような感じ？円形の壁ってこと？正しくは円筒形かな。上にも伸びてたから。そんなのあるの？なるほど。そっか。鏡の壁か。何？渋谷を取り囲む鏡の影。街が一つ囲われているということか。いまいち現実的な想像ができず、頭上を眺めてみたが、そこには灰色の空があるばかり。曇っている。壁らしきものは見当たらない。壁ってなんだよ、それ。さあ、そりゃそうなるよな。おい、さあっていう。なんかお前ちょっと、そのワードはやめろ、お前。ローを思い出すけどやめろ、お前。とてつもなく高い鏡の壁になってて、とても越えられそうにない感じだったね。はあ、そうなんじゃ。だから駅を目指してきたんだ。電車が動いてると思って。みんな考えること一緒だな。でも様子を見る限り、やっぱり動いてないようだけどね。ですよね。頭痛がしてきた。すらっと流されている事象が、すでに理解の範疇を超えていた。受け入れるのに、時間が必要だった。東北と冷静にやりとりをしている神谷を、横目に見て、さすがだなぁと思った。 なるほど。このグループの中でも、秀才のツートップなんやな。どんな状況であると、余裕を失わない。
びっくりしたよなんて言っていたが、とてもそうは思えなかった。大物政治家である父親譲りのリーダーシップで、神谷はいつも僕らの行くべき道を示してくれる。それで裏のあだ名はカーナビ。それにしてもこうやってみんなで集まるのなんだか懐かしいね。はあ、そうだな。小学生の頃はそれこそ家族みたいにいつも一緒にいたのに、いつの間にかほとんど接点がなくなり、なんとなくバラバラになってしまっていた。うん、ただね、8人って言ったけん、あと1人おらんのよな。あと1人おらんときに、そんな家族みたいに接していたっていう説明入れて、もう残りの人はなんかちょっとかわいそうな気がするんだけど、もう1人、8人揃ってそれ言ってほしかった。みんな忙しくなっちゃったのかな。あんまり集まれなくなっちゃったよね。当然でしょう。誰も彼もが小学生のままだったら、どうしようもないですよ。それはそうだけど、でもやっぱりちょっと寂しいよ。何言ってるんですか。成長は良いことです。それは何だろう、成長したからこそ寂しく感じる時ってあると思うんやけど。まあまあ、たまには足を止めて後ろを振り返るのもいいじゃないか。そうですね、神谷くんがそういう寂しがるのもいいですね。手のひらくるくる子って呼んだろうか、お前のこと。お前のことを手のひらくるくる子って呼んだろうか、お前。京介も京介もあぜんとした顔で見とるよ、この。何ですか、何ですかじゃないよ、お前。何ですか、こっちのセリフじゃん、お前。あと意外と胸大きいな、お前も。いや、何でもないよ。やばい、 VR の世界に慣れてきたんか知らんけどさ。キャラの凹凸とか結構わかるようになってきたな。特に胸あたり。魚住って言おったっけ、マスターは。マスターはもう、に絡むとめんどくさいから放っておこう。そういえば、昔のメンツになるには一人足りないね。うるさい彼。ですよね。ようやく思い出してもらえたか。ああ、そういえば。僕らは8人でいつも行動していた。最も僕らをかき乱す愛されるバカ野郎の姿が。よっぽどバカ野郎ね、よっぽどのやつがおるんやな、まだ。そうか。この序盤のうちにそのバカ野郎が出てきとったらさ、会話がえらいあっちゃこっちゃいくけん、だからこそ最後にこう呼ばれるべきのキャラクターだったんかもしれんな。なるほど、制作者の意図が見えてくるぞ。彼も渋谷に来てそうなもんだけど。確かに。まあ、7人揃ったら、あいつもいないと確かにしっくりは来ないけど。ね、こう7人の状態でさ、黒幕出てきて、It's showtime! とか言われたらさ、俺はってなっとるだろうな、その彼。確かにここにいる全員が幼馴染だ。だからといって、8人全員が揃うなんて、都合が良すぎるだろう。はぁ、来ちゃった。来ちゃった。もう名前出てきちゃった。どこだ？おっ、センター街の方だ。目を向けると見知った顔だった。遠くから聞き覚えのある顔が声が聞こえてきた。おう、話をすればなんとやら現れたのは何工事って思う、これ。漢字スキルなくてごめんなさいね。町工事じゃなさそうな気がするけど。うわぁ！やめろお前、そんな、いかつい男に抱きつける筋合いはない。すまん、つい嬉しくて。みんなが言おう、なんか、ユリアちゃんが言おったことが分かってくる。別にいいけど、驚いたよ。そうだな。やっぱり町工事も来てたんだね。町工事でいいんじゃ。元気だなお前。おい、落ち着けよ。みんなそうなんだよ。あとちゃんとボタンは、ね、ちゃんとかけろよ、上二つ。だから何が起きてるんだよ。話を聞かないやつだなお前は。それはまだわからないんだよ。最後のピースが埋まるかのように町工事が輪の中に入っていく。
これで幼馴染の全員が揃った。その瞬間ハッとした。全員が揃っている。なぜかその事実が愛おしく思えたのだった。そうだな、なかなか集まれんって言おったし、こんな状況とはいえこう8人が全員揃っとるってわけよな。こんだけキャラが違うメンバーが揃ってきとったら好みっても分かれるだろうな。みんなどのキャラクターが好きかな。俺は断然このキョウちゃんで何のキャラだったっけなんか違うゲームのキャラクターの名前言うんちゃう俺。もしかしてこのユウちゃんだよな。俺が一番推しにしたもんは。俺はデモ版待ち遊びの時からそうなんやけど、すぐそばで二階堂が無表情に僕を見つめていた。あ、こっちか。みんながこう喋るような時にこっちだけ、あ、なんか目と目が合う瞬間好きだこ。一瞬だけギョッとして少し恥ずかしくなった。多分僕は弁明したかったのだろう。聞かれてもないのに説明を始めてしまった。なあ二階堂。ああ、目を背けられた。まだこのことの好感度はなかなかわからない。イベントがないと。何かいいイベントがないと。二人きりイベントとかないかな、このこと。好感度が少なすぎるよ、これ。また無視だろうか。まあいい。一方的に話すだけでも気は紛れる。今からすごくわけわからないことを言うんだけど。何どしもネタ言ったらぶん殴るぞ。何予想に反して二階堂が応答した。そのうなずきがどうしてかとても嬉しく感じた。なんでこんな風に思ったとかそういうのは全然わからないんだけどさ。なんだかこの景色をずっと求めていた気がするんだ。お？そうあっけない、そっけないな。お前はわけわらず。彼女は興味もなさそうに言うとみんなの方へ視線を移した。みんながこう和気あいあいと、こんな状況とはいえ和気あいあいとしているからな。遠くの景色でも眺めるようにじっと見つめている。どうしてかわからない、この景色に胸が締め付けられる。この今こそがとても重要な気がした。僕はずっとこれを欲していて、ようやく手に入れたような気がしたのだ。なんてことのない何度も見た景色のはずなのに、どうしてなんだろう。考えにふける僕とは対照的に、二階堂はあくまで無表情なままだった。あなたがそう思うのならそうなのかもしれないわね。うん、きっとそうだ。冷ややかな対応を受けてしまったが、口に出して言えたことでストンと気持ちが落ち着いた。ここは確かに渋谷だ。しかし明らかに何かが起きている。それは多分世界規模で、僕の直感が正しければ悪い方向に、これから何かが起きる。それでもこの8人ならどうにかなる気がした。あのさ、どうした？いきなり。その僕の直感を現実にするように東国が神妙な面持ちで聞き出した。どうした？その体勢。いつもヘラヘラしている彼女が真面目な顔をするときはいつも状況が悪い方向に向いていると決まっている。やめて。みんなちょっといいかな。ん？どうしたんだよユリア。ユリアって下の名前で呼び捨てしている。みんな東北の一言で静まり返る。彼女の声音がいつものおしらけたものではなく真剣なものだったからだ。みんな見つめている。みんなに話しておかなきゃいけないことがあって。話しておかなきゃいけないことって、私もうすぐ留学するんだみたいな話じゃないだろうな。ちょっとだけ大事な話なんだよね。なんだよ、そう前置きされると
なんか怖いだろ。何？今更になって何を言う？僕の予感が当たりつつあるのが空気で分かった。人類が滅んだ、そんな冗談ではなく、彼女が今から言おうとしているのはこの現実のお話なのだ。この世界に対する僕の考察あんの？このよくわからない現象にいよいよ向かい合わなくてはいけない。なんで読むんだ、ほがらかかな。時間が終わろうとしていた。バラシハ事件って知ってる？何それ、ネーミングセンスがなく聞こえる。ああ知ってるよ、バラシハ事件、有名なやつだね。え、ほんま現実にあるやつなのそれ？なんだそれ、バラシハ？ネットでよく話題に上げられるんだ。そうなの？知らん、俺知らんよ、ネット結構長いことやってるけど。1988年ロシアのモスクワ州バラシハで13歳の地名なんじゃ、その母親が行方不明になった。警察が捜索するも痕跡が不自然なほどに見つかった。真っ暗、それはそうと真っ暗なんやけど。めっちゃ真っ暗で、おいファイナルファンタジー8で魔人の壺だったか、そういうの使った時みたいな感じだよお前。しかしそれから1年が経ち、近くの森の中で少年の方が見つかった。いや正確に言えばそれは違う、彼はもう少年と呼べる姿ではなかった。え、白髪頭でひげを長く伸ばし、まるで不老者のような格好だったらしい、はあ、それでもどうしてその初老の男性がその少年だったと分かったかといえば、彼が自らそう名乗ったというのと、DNA 鑑定で確かに同一人物と判定が出たからだ。どう、なんて言いたいんそれ。彼は自分の年齢が分からなくなっていたが、検査から60歳前後であることが判明した。めっちゃ年取ってる。母と二人、誰もいないバラシ派で生きていた。え、ちょっと待って、今のこの状況と一緒じゃん。彼が言うには、ある日突然周囲から誰もいなくなり、母と二人世界に取り残されてしまったらしい。周囲はある程度行くと鏡の壁のようなもので隔てられており、それを破ることはできそうにもなく。ちょっと待って、さっきお前が言おうたことと全く被れてないか。おいただお前、もしかしてさ、その鏡の壁見つけた瞬間、もしかしたら、この事件関係あるかもみたいな感じで思っとったんちゃうお前。そこまで喋るってことは。仕方なく、母と二人で誰もいないバラシ派で生活し、50年ほどが経過。という話だ。鏡の壁って。ああ、そうだよ。この世界はもしかして、バラシハ事件と同じなんじゃないかって思ってる。いやちょっと待ってくれ、それってオカルトだろ。現実にありえないからオカルトなんだろ。桜井君、それは違うよ。それは違うよ、言われて。現実にありえないからオカルトなわけじゃない、科学的説明がつかないからオカルトなんだよ。つまり現実に起きても科学的な説明ができないからオカルト。同じことだろ。違うよ、全然違う。科学はこの世界を一部記述できるだけに過ぎない、全部できるわけじゃないんだ。それは科学の傲慢だね。科学者発言じゃ、もう一流の科学者みたいな発言してるけど、ユリアちゃんの言う通りなんだろう。科学で可能性を示唆するくらいはできる。バミューダトライアングル、アガサクリスティの空白の11日間、キンロス事件、メアリーセレスト号、日本の一家消失事件、すべてがそう。ごめん、俺一つとして知ってるものがない。一応科学的にどうにでも説明はつく。なんかこう言っちゃあれやけどさ、これを切ってる町っこいの顔がさ、こんな真剣でありながらも、え、何の話してるみたいな感じになってるんじゃないかな俺。だからバラシハ事件もありえるって。そうだよ、だって現に僕らはこんな現実とは思えない空間に閉じ込められてるわけだし、自分の目で見たものしか信じないタイプの人だって
こればかりは信じざるを得ないでしょ。またこの事件証が起きてるもんな。つい信じられずに道獄を問いただしてしまったが、彼女が言っているというもの、そのこそが、それが事実だと物語っていた。まあ安心してよ、バラシハ事件については僕ちょっとだけ詳しいんだ。妹が研究してたからね。妹も研究してんの？お前、お前一家揃って IQ 高いんじゃないの？お前その IQ 高いくせに、なんでお前の頭の横側に丸いのがたくさんぶら下がってるんだ、お前は。おー、心強い。さすが噂に名高い天才姉妹。こいつ絶対あんまり理解できないだろ。ユリアちゃんちの家族はみんな天才だもんね。そうなんじゃ。ちょっと、うん？って感じになったの。道獄は、ユーノを評価に微妙な笑みを浮かべつつ、説明を続ける。この閉鎖された世界のことを妹はクロノス世界って言ってた。わ、モノタイトルに回収してきたな。クロノス世界。クロノスってゲームとかでよく聞くな。何かの神様の名前だっけ？うん。時が止まったような世界に閉じ込められるから時間の神の名前をつけ。町工事、えらいユリちゃんのこと、ユリアちゃんのことを凝視してんな。お前もしかしてユリアちゃんの隣、頭の隣の丸いやつ気になってんのか、お前。それで東国、俺たちは無事にここから出られるんだろうか。なあ、そもそもバラシハ事件って、その少年はどうやって元の世界に戻ってきたんだ。どうやってったって、なんか偶然戻ってきてしまったみたいな感じじゃない？50年間をクロノス世界で生きたかもしれないが、彼はきっちり帰還している。その前提があるのならば、別に悲観的な状況じゃないだろう。そうだよね。その人は戻ってるんだから、私たちも戻れるよね。ああ、できるよ。それじゃ早く帰ろう。後ろの町工事だけなんかちょくちょく体勢かわいいようだな。他のみんながほとんど動かんのに対して。なんだお前その顔は。バラシハ事件は少年の母の死により世界から出ることができた。え？まだ変わった表情お前。今回も笑えない冗談だよな。妹が言うには、クロノス世界は目的があって初めて発生する。その目的を満たしたら自然と閉じるんだ。ん？つまり僕たちはこのクロノス世界ができた原因を排除する必要がある。排除？それってなんだよ。私は死んだ。犯人は誰？まずお前が誰だよ。みんなあれを見て。このメッセージは PGV で見た、聞いたことあるぞお前。わ、ありがとう。完成まであと少し。製品版楽しみな。監督柏倉春樹さんかな。より、わあ、ローがおる。向こうにローがおる。うわあ、楽しみに決まってんじゃないですか。